皆さんこんにちは。お部屋探しのハートサポートの岩木です。本日ご紹介するのはですね、こちらザ横浜フロントタワーでございます。私は横浜駅から歩いてきましたけれども、こちらのタワーマンションをですね、本日は撮影して皆様にご紹介していきたいというふうに思います。はい、こちらですね、ザ横浜フロントタワー。オートロックを解除しますと、もう一つオートロックが出てきますね。こちらは通常の扉です。はい、このまま エレベーターのところへ向かいます。3機ございますね。ではまずはエレベーターに乗ってみましょう。5階がありますでは、まず5階へ向かいます。はい、5階へ着くとですね、コンシェルズのいるお部屋へと、フロアへと着きますので、こちらから該当のお部屋へと向かいたいと思います。はい、15階に上がってきました。非常に落ち着いた内廊下。さあ、本日内見向かうお部屋へと向かいます。はい、こちらですね。それではルームツアーをスタートしていきましょう。はい、玄関広々ですね。まずはリビングダイニングキッチン見てみましょう。はい、広々としていますね。キッチンはこちらにございます。3口ガスコンロ、グリル付きのシステムキッチン。広々としていますね。はい、ちょっとバルコニー出てみましょうかね。はい、15階からの眺望はこのような感じです。海も見えますね。あちらにですね、ちょっと分かりにくいんですけれども、東京タワーとスカイツリーが肉眼で見えますね。はい、こんな感じです。高さはこんな感じ。居室部分、一部屋目。そうですね、セミダブルは入りそうな広さですね。はい、当然窓ありますね。そして後ろにはクローゼットがございます。もう一つのお部屋見ていきましょう。こちらの方が広いですね。はい、マスターベッドルーム。はい、十分なものが入るクローゼット。こちらにもスペースがあります。そして、あ、こちらにも収納が、奥行きのある収納がありますね。お部屋の光はですね、こうやってくるくるくるってやって調整できます。水回り見ていきましょうか。まずはトイレ見ていきましょう。トイレこんな感じです。タンクレスですね。
手洗い場もあります。すごい素敵なトイレ。前面に出ても問題ないのでドラム式も入りそうですね。こう横幅にも余白があります。上部分に収納。はい、独立洗面台は非常に大きな三面鏡の独立洗面台になっていますね。おしゃれ。はい、このような感じ。お風呂見ていきましょう。お風呂広いですね。ミストサウナ、乾燥暖房換気がございます。これはレアですね。このなんか大判な感じといいますか、洋書洋書高級感ある作りがわかりますね。あー、もう奥行きのある収納、素晴らしい。木の質感がいいですね。傘置き場もたくさん大きい。でこちらはまた収納、収納大きい、多いですね。床の質感もこんな感じですからね。はい、じゃあ横浜フロントタワー2LDK のお部屋のご紹介でした。このようなタワーマンションに住みたいというお問い合わせ非常に多いですから、今回は撮影しに来たわけですけれども、やはりこの夜の風景というのもぜひご紹介してみたいところですね。はい、内見自体も可能ですのでご希望の際はお声掛けくださいませ。ザ・横浜フロントタワーのルームツアー動画は以上です。さあ行くぞ。皆さん、ルームツアー映像をご覧いただきありがとうございました。とても素敵なお部屋でですね、私も非常に魅力的だなと感じた物件でございましたね。はい、お部屋探しのハートサポートはですね、全国遠方のお客様でもオンラインで対応が可能です。お申し込みは LINE 公式アカウントから、契約お手続きや鍵の受け渡しもですね、郵送で手配可能です。契約書の読み合わせ、IP 重接といって LINE のビデオ通話で行うこともできますので、遠方のお客様もお気軽にメッセージくださいませ。そんなですね、当社へのお問い合わせは LINE 公式アカウントがおすすめでございます。登録者数が 19,800人を超えまして、皆様にご活用いただいておりますけれども、お気軽に物件名をメッセージでいただければ、詳細資料を LINE にお送りいたします。皆様からのお問い合わせをお待ちしております。次回のルームツアー映像も皆様お楽しみにお待ちくださいませ。私たちが目指すものは不動産業界を塗り替えることだ。お部屋探しのアートサポート。